無数の夢を見ていた。何にもない世界でたった一人、大地、空、海、欲求、願望、愛情、人の夢の中には全部が詰まっていた。ある時、ひときわ輝く夢を見た。優しくて、明るくて、とても強い。会いたい。彼女に会ってみたい。そう願わずにはいられなかった。たとえそれが許されないことだったとしても、私は夢に形を与える。彼女に会うために。圧倒されてしまいますね、ソフィー。でも全然元気がないみたい。ブラフタが夢で見た木ってあれで合ってるの？いえ、私が見たのはもっと。オスカーがいたらな。一体どこに行っちゃったのやら。きっとまた植物たちの声を聞いて飛んでいったのでしょう。だね。とにかくもう少し近づいてみようよ。そうですね。近くに行けば何かわかるかもしれませんし。行こう、プラフタ。ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。いつでも前向きな錬金術師、ソフィー。そして人形の体を持つ相棒、プラフタ。二人は慣れ親しんだソフィーの故郷を離れ、各地を旅していました。旅の目的は二つ。一つは人形の体に魂を入れたプラフタを
人間の体にすること。そしてもう一つは、祖母の足跡をたどり公認錬金術師の資格を手に入れること。いずれも高度な錬金術の知識を必要とする生半可な覚悟では達成できない目的ですが、ソフィーに迷いはありません。夢を叶えるべく今日も前へと歩み続けるのでした。これはそんな彼女が体験した数々の冒険の一つ、夢をめぐる不思議な不思議な物語。で見るとますます大きいな。いろんなところを旅してきたけど、こんなに大きい木を見るのは初めてだね。ええ、そうですね。しかし、なぜ私はこの木のことを夢に。不思議だよね。ここまでの道も知ってたんでしょ？はい。でなければこんな森の奥にある場所、とてもたどり着けませんでした。まるで夢に導かれたように。私は以前にもここに来たことが。ブラフト？何でもありません。もう少し見て回ってもいいですか？あら？ちょっと予定外だけど。ようこそ、私の世界へ。